ロジェ・バンビューク、ロジェ・バンビュークはフランスの陸上競技選手、グアドループ・ポアンタ・ピートル出身、1968年メキシコシティオリンピックの銅メダリストである。バンビュークは1964年東京オリンピックに出場しているが、この時は100メートルは準々決勝、200メートルは準決勝止まりであった。彼が、 世界に大きく知られることとなったのは1966年のブダペストで開催されたヨーロッパ選手権であった。この時100メートルは10秒5で2位。そして200メートルと400メートルリレーでは優勝と2冠を達成した。バンビュークは1968年のメキシコオリンピック開催年の6月に全米選手権に出場。 予選第4組に出場したこのレースで1位となったアメリカのチャールズ・エドワード・グリーンと共に10秒0の世界大記録を樹立。バンビュークは西ドイツのアルミン・ハリーと並びヨーロッパ選手として2人目の100メートル10秒0の世界記録保持者となった。しかしそのわずか1時間後にジム・ハインズ、ロニー・レイ・スミスが9秒9の世界新記録を樹立。 バンビュークの世界記録保持者としての立場は1時間で奪われた。この大会では準決勝でグリーンも9秒9を受立。そして決勝では6人が10秒0を記録した中、バンビュークは4位となる。バンビュークの電動刑事でのタイムは予選10秒28、準決勝10秒21、決勝10秒18であった。メキシコ大会の100メートルでは、 ハインズが9秒95の世界新記録で金メダルを獲得したが、バンビュークは10秒15で5位という結果に終わる。200メートルでも20秒51で5位に終わるが、400メートルリレーでは、ジェラール・フェヌーイ、ジョスリン・デル・クール、クロード・ピケマルと共に、アメリカ、キューバに次いで同メダルを獲得した。ありがとうございます。